県刈谷市に本社を置く工業路メーカー、のりたけカンパニーリミテッドの子会社。かつてはコバレントマテリアルも出資していたが2009年3月に、のりたけカンパニーリミテッドの 100% 出資となった。のりたけカンパニーリミテッドは2001年9月に、東芝セラミックスから半導体製造時の廃液処理に用いる液体ろ過用セラミックスフィルターの事業を買収し、これを機に小生炉の分野でも提携を進めた。その結果、2002年10月には東芝セラミックスの子会社である東芝セラミックスファーネス株式会社及び東セラエンジニアリング株式会社をのりたけカンパニーリミテッドの小生炉部門と統合することで合意した。これによって、まず翌2003年4月1日に、東セラエンジニアリング株式会社が、東芝セラミックスファーネス株式会社を吸収合併し、名称は東芝セラミックスファーネス株式会社とした。さらに、同年6月30日に、のりたけカンパニーリミテッドが株式の 51% を取得して子会社とし、同時に社名も、のりたけ TCF 株式会社と改めた。この合併により、のりたけ、東セラの両社にとってそれぞれ中核事業ではない、ものの必須な事業分野である、小生炉について、経営効率や市場での競争力を強化できると考えられている。ありがとうございます。